昨今のタピオカブームを皆さんはどう思われているだろうか。都内にはいくつも専門店がオープンし、若い者が行列を作ってはタピオカミルクティーの写真を SNS 上にアップしている。もちろんタピオカが流行っていることにあれこれ言うつもりはない。しかしそのブームの裏側でタピオカの容器を道路に置きっぱなしにしたり、無理やり自動販売機のゴミ入れに突っ込んだりなどのマナー違反が見られるのも事実だ。そのせいもあって私はタピオカなる謎の物体にいい印象を持っていなかった。部下と二人台湾に出張に行くまでは。部長、やっぱり台湾に来たからにはこれ飲まないと、と出張できた台湾の屋台で部下にタピオカミルクティーを勧められたのだ。まあ確かに、せっかくだから飲んでみると、これがうまいじゃないか。でしょ、やっぱり本場は違いますよね。タピオカのもちもちした食感とミルクティーの芳醇な茶葉の香りが素晴らしい。単なる飲み物というよりは立派なスイーツのようだ。これが俺とタピオカミルクティーの初めての出会いだった。台湾ですっかりタピオカミルクティーにハマってしまった私は、日本でも同じようにタピオカを楽しんでいた。あ、部長タピオカ飲んでる。ああ、最近ハマってね。そうなんですか、かわいい。部長って意外に女子力高いんですね。まさか20近く年下の女性からかわいいと言われてしまうとは、つい顔が赤くなってしまうが、正直悪い気はしない。というかすごく嬉しい。そんなこともあって俺はますますタピオカにはまっていった。タピカスを始めてしばらく経った頃、妻と食事をしていると、あなた最近太ったんじゃない？と言われた。そんなバカな。自慢ではないが、俺は学生時代からこのスリムな体型をずっとキープしてきたのだ。そんな俺が太るわけ、本当だ。俺は鏡を見て愕然とした。頬の周りが前よりもふっくらとしており、顔もなんだか油っぽい気がする。そういえばタピオカって炭水化物だったな。茹でたタピオカのカロリーはそれほどでもないらしいが、それを甘みで味付けしミルクティーなどと一緒にすればカロリーも自然と高くなるだろう。俺が感じたようにタピオカミルクティーは飲み物というよりスイーツなのだ。スイーツを毎日のように食べていれば太るのも当然だ。さすがに控えないとな。ほっぺがタピオカみたいよ。やめて。今日からタピオカは禁止だ。そう誓ったのに、なぜか食後の俺の手にはタピオカミルクティーが握られていた。電車に乗って家に帰る時もなぜかタピオカミルクティーはそばにいる。バスタブいっぱいのタピオカにダイブする夢を見たことすらあった。さすがにヤバいと思い妻に相談すると、そういえばこんな記事見かけたよ、これ読めばタピオカ熱も冷めるんじゃない、とある記事を見せてきた。それは中国の女の子がタピオカの飲みすぎで病院に運び込まれたというものだった。体内からは消化されずに残ったタピオカが見つかっており、体調不良の原因はそのせいだったのだ。それは安物のタピオカの場合だろ。俺が行っている店は高級店なんだ。そんなことあるもんか。相談しておきながら悪いが、俺もタピオカには詳しくなっている。そんなことじゃ俺のタピオカ熱は冷めないぜ。その人差し指逆方向に曲げようか。ああ、じゃあこれはどう？次に妻が見せてきたのは、タピオカ屋におじさんがいて嫌だったという女性の SNS 上の書き込みだった。なんだこれは、おじさんはタピオカ屋にいちゃダメなのか。今までのあなたならまあ良かったんだろうけれど。ん？どういうことだ？忘れちゃったの？今のあなたは小太りの油切ったおっさんなのよ。そんな人がタピオカ屋にいたら若い子はどんな気持ちになると思う？それは薄々気づいてはいたのだ。タピオカ屋に並んでいる時や店内で注文している時に周りの視線が冷たいということを。じゃあ一体俺はどうすればいいんだ。もう一生タピオカは食べられないのか。
泣き叫ぶお礼の肩に妻がそっと手を置いてくれた。私にいい考えがあるわ。今はこういうのもあるんだからと、妻がタピオカの代わりに勧めてくれたのがタピオカ風のこんにゃくだ。こんにゃくがタピオカになるわけがないと最初は思っていたのだが、食べてみると意外に美味しい。こんにゃくの味、風味などはなく、程よい食感のあるゼリーみたいな感じだ。これでダイエットに成功したら、本物のタピオカ一緒に食べに行こうね。ああ、そうだな。二人なら周りの目も気にならないしな。なんて言いながら、今は自宅で妻と二人、タピオカ風のこんにゃくをいろいろアレンジして食べている。確かにタピオカミルクティーほど甘くはないが、妻と一緒に楽しむこんにゃくも素朴な味で悪くはない。みゃーん。格言、過ぎたるはなお及ばざるがごとし、何事もほどほどが一番である。マンガレリア。皆さんこんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。